はい、コナンです。ポケトルスマートフォンバージョンステージ125ゲンガー、こちらを挑戦していきたいと思います。ゲンガーはね、前回倒してクリアはしたんですけどゲットできていなかったので、今回はねゲットしたいと思います。このステージはね、クリアも難しいのはさることながら、なかなかゲットしにくいポケモンですね。ゲンガーはゴーストタイプのポケモンで、メガ進化できる、さらにね攻撃力が非常に強いということで、ぜひともゲットしておきたいポケモンですね。今回はメガヤミラミ、こちらは悪ですね。それからムーマ、ゴースト、それからアブソル、こちらは悪ですね。それからゴースト、この4体で挑戦していきたいと思います。レベルはね、だいたいどれもレベル5ぐらいまで上げてあります。今回は念のためにね、一応プラス5を、手数プラス5をつけました。さて、やっていきたいと思います。結構ねこのステージは真ん中2つがねバリアになっていて、結構ねお邪魔が激しいですね。さて、合わせていきます。まあ、あまりバリアを壊すのにとらわれず、コンボ以上を狙っていくのがいいかと思いますね。結構ね手数20って言ってもね、相手は体力が強いのであっという間なんで、基本はコンボ以上でなるべく早くメガヤミラミをメガ進化させるように、そちらを優先させて合わせていきます。でさらにできれば真ん中のバリア上の方から壊していくような形にすると、非常に効率よくいけるんじゃないでしょうか。今回はね残り手数8手を目指していきたいと思います。結構ねこのポケモンに関しては捕獲率が低いので、結構ね手数を残していかないとなかなかゲットできませんね。はい、残り手数12で、結構ね今メガ進化のねゲージは溜まっていますね。もうあと1回ぐらいでメガ進化できるんじゃないでしょうか。メガ進化したらね一気に追い上げます。はい、ここでメガヤミラミメガ進化しました。ここから一気にいきますね。さてさて、メガヤミラミを揃えてボーリング場に消す。そしてコンボが10、11、12、まだいくか、12コンボです。あ、結構もうあと相手のね体力もだいぶなくなってきました。あとどうだろう、2回ぐらいコンボ出せばいけるんじゃないでしょうか。さてここでも3コンボ、まだですね、あと1回でしょうか。ここでメガヤミラミを揃えます。そして5コンボでクリア、抜群でボーナスコンボ、グレイトです。手数7を残してのクリア、まあちょっとね目標の残り手数8には届きませんでしたが、まずまずではないでしょうか。さて問題のねポケモンのゲットタイム、いけるかな。このハテナパーセント結構ね厳しいんだよね。さてどうでしょう。お、ゲンガーゲットできました。ゲットできましたね。これからこのゲンガー使っていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。